皆様こんにちは。千葉ロッテマリーンズの角中克也です。パーソルパ・リーグ TV 野球教室で自分のバッティングの構えや動作をお教えします。ぜひ見てください。自分がなりたいって思ったよりはもう親が、えー、プロ野球選手にさせるために小さい頃から、えー 色々教えてで自分がそれについてたっていうか小学校3年生の時かな実際に、えー、初めて生でプロ野球を見た時にテレビじゃ伝わらないなんか選手の力強さとか打球の飛びとかまあプロ野球の試合を見てて、まあ、なりたいなとはずっと思ってました。 チーームスポーツなんで試合に勝った時はもう結構みんなで、まあ、ロッカーで、まあ、え変なこと言ったりなんかふざけ合ってる時がはい、い,一番楽しいですねプロに入って最初から2軍では結構打てたんですけど、まあ、1軍で使ってもらった時にもう全然打てなくて。 まあ同じプロでも1軍と2軍じゃもう全然違うんだなっていうまあ挫折までいかないですけどまあとりあえず練習するしかねえなと思ってもうひたすらにはい練習というかバットを振って振ってもう本当に振りまくって全体練習終わってで寮をかえって寮でもスイングできるスペースがあったので。 そこでも結構振ってましたね。よく野球教室で言うんですけど、毎日千回バット振ればプロ野球選手になれるぞっていうふうには、はい、<laughs> 言ってます。ピッチャーはまあ、えー、才能とかセンスとか結構大事かなと思うんですけど、野手に関してはもうとりとにかくバットを振って振って。 振りまくれば野球選手になれるって思ってるので本気でなりたかったら毎日バットを1,000回振れって言ってます。働いて笑おうパーソル